はい、皆さんこんにちは、まーさんです。新しい車が増えました。3、2、1、じゃーん。はい、ホンダビートのボロボロ、我が家にやってきました。はい、このビートですね、今回は知り合いに譲ってもらった車になります。1万円ぽっきりで買いました。その知り合いがですね、ビート大好きなんですけど、いろいろ事情もありまして、ちょっと放置してしまったと。屋外に10年放置したビートになります。これを1万円で買いまして、もちろん現在ね、エンジンかかりません。ボディも見ての通りのありさまです。これをね、なんとか綺麗にして走るようにして蘇らせてやろうっていうことです。この車はですね、今回買う前にまーさん一切見てません。そしてうちに赤車で届きまして、ガレージに入れることは入れたんですが、それ以外のチェックはね、まだ何もしてない状態です。これをね、今からこの動画で各部いろいろチェックしていこうと。鬼が出るか蛇が出るか、そんな感じですね。このビートは1991年平成3年登録のビートになります。ですからもう初期もんですね。最初の年式のビート、走行距離は9万8000キロぐらいです。まず外装から見ていきますと、外装チェックするまでもないぐらいめちゃくちゃな状態になってますね。ただこれね、ボンネットだけが異常にひどくて、ドアとかはそうでもないんですよね。ボンネットさえ塗り直せばギリギリいけるかなと思うと、ここがもうヤスリ状にザラザラになってる。やっぱりちょっと綺麗にするには全塗装しないと無理かなという感じですね。ここはそこまでいってない。なぜかここだけザラザラですね。でもやっぱり全塗装が必要っていうことになるでしょうね。この辺もね、ここ黒くてツヤありのね、グロスの感じになってると思うんですが、こんなバキバキになってます。そしてホロは、破れこそないですが、こんな感じでボロボロ。でもこの破れがないっていうのが非常に重要で、屋外放置だったので、もしこの辺が破れてたらね、中もびっちょびちょな状態でもうひどいことになってたと思うんですが、なんと奇跡的に雨漏りは全然してないみたいです。レンズ類の割れも全然ないですね。ホイールは、白い粉吹いちゃってまして、タイヤはなんかひび割れしてます。でもホイールにガリ傷も全然なくいい状態です。ここもひどい。そしてビートの外装といえば一番重要なのがここ、右側のサイドシルの後ろ端、サビが出てます。この部分はもう有名ですね。ですからこの部分はもう切り開いて中がどうなってるのか見ないといけないですが、あんまりひどいとひどいことになってしまうんですけど、どうでしょう。ミラーも割れてます。ずっと放置してあったので、それこそね、10円パンチとかね、スプレーで落書きとかね、ガラス割られるとかね、そういうことはされててもおかしくなかったのかもしれないけど、されてないからよかった。どういう場所にあったかね、マーさんもいまいちよく知らないんですけどね。ヘッドライトはやっぱり白く曇ってます。続いてインテリアいきます。なんか変なシート、何のシートでしょうがありますが、そんな悪い状態には見えないシートだけど破れてますね。湿気はないです。助手席は、これがノーマルのシートですよね。そしてインパネ周り、なんか追加メーターがついてます。ボルト、電圧計ですね、電圧計がついてます。それから変なところに灰皿みたいなのがありの、有名なオートバイ的なメーター。走行距離は9万7761キロ。
まあ年式の割には少ないって言えるかな。まあほこりかぶって白っぽくなって薄汚れた状態ですけど、でもまあそんなひどい状態ではないんじゃないですかね。フロアマットをめくるとびっちょびちょってことはなく、カサカサに乾いてます。よかったよかった。はい、フォロは割と簡単に開きましたけど、このビニールのリアウィンドウがバッキバキに割れました。まあね、どっちみち変えなきゃいけないのはもう決まりきってるんでもういいんですけどね。改めて室内見るとこんな感じです。続いてエンジンルーム開けます。よいしょ。ここね、最初はギギギギギって言って開かなかったんですが、ちょっとヒンジのとこに CRC をシュッシュッとしてとりあえず開くようにしました。そしてエンジンがこんな感じですが、全然見えねえ。エンジンが見えないですね。とりあえずこれが真っ赤に錆びてて大丈夫かって感じですが、確かこれってもうちょっとエンジンルームが広く開くはずなので、ちょっと開けてみようと思います。G のつく虫がいました。一匹だけならいいけど、たくさんいないことを祈ります。まあ、とりあえずエンジンはこの辺にあります。エンジンもそんなパッと見ひどい状態には見えないですね。オイル漏れもここから見る限りはなさそうだし、なんかホース類とかそういうのがボロボロになってるとかいう感じもしないですね。バッテリーは一見すごく新しそうに見えるんですが、ここにね6年って書いてあります。2006年のことですかね。だからもうバッテリーは当然のように死んでます。そしてあと手がかりになりそうなことっていうと、ここにタイミングベルト書いてありますよっていうシールがあります。ちょっと何年何月っていうのが消えちゃってるんですが、まあこれを貼ってあるということは、まあ一度はやってあるっていうことなんでしょうね。よいしょ。ここに水が思いっきり溜まってますね。でもそんな錆びてるっていう感じではないです。ブレーキマスター、車載のジャッキ、この辺はやっぱりちょっと錆びが出てるな。ここにラジエーターのキャップがあるんですね。はい、では下回り潜っていきます。
ここにあるのはエアコンのリキッドタンクなのかな。こんなとこにあるんですね。そしてフロント周り、これがエバポレーターかな。これこっちがラジエーターコアかな。重ねてないんですね。並んでるんですね。ラジエーターコア見たとこ綺麗そうです。ファンも抵抗なく錆びついてない、この辺になんかいろんな配管がいっぱいありますけど、これもそんなひどそうな状態には見えない。結構弾力もありますね。ちょっとここからクーラントが漏れてるな。それからサスペンションアームがありまして、これも、ブッシュ、ブレーキ周り、本当に10年も放置されていたのかっていうぐらい綺麗ですね。ガタつきもないですね。よいしょ。反対側、サスペンションアーム、ホイール、ブレーキの引きずりもなし。ただブレーキはね、これあのリアの、右側が引きずってて動かせないので、それはもうちょっと応急処置してあるんですけどね。ステアリングラック、そしてフロアパネル、全然問題ないんじゃないでしょうか。フロアパネル、ここにサビがあるんですが、どうもここ擦ったみたいですね。ここ腹を擦って、アンダーコートが剥げて、そこが錆びてるみたいですね。そんな穴が開くような、そんな錆ではないですね。そんなひどい錆ではなさそうです。それからずっと行って、この辺がエンジン周り、ちょっとアルミがいろいろ白い粉吹いた状態ですが、この辺は錆びてるな。このエンジンを支えるパーツは錆びてる。でもシャシー周りは全然錆がないように見えますね。ここが排気系、これは触媒が錆びてますけど、触媒じゃなくて触媒の遮熱カバーが錆びてる感じですね。それからこれがエンジン、エンジン先ほど上から見ましたが、こうして下から見ても全然オイル漏れとかがない感じですね。トランスミッションも同様、全体にねカスカスに乾いてるので、液体の漏れが全然ないっていう感じがします。これはやっぱいいことでしょうね。それから、リアサス、綺麗なもんですね。あ、凝ったリアサスなんですね、結構ね。この辺がマフラー、排気系もそんな錆びないです。ブレーキのサビがすごい。このスペーサーは入れるものなのかな、この車では。キャリパーが、まあどうせキャリパーももう絶対オーバーホール必要ですね。タイロットエンドのブーツがバキバキになってる。スタビリのブッシュもダメっぽい感じですね。ショックアブソーバーはなってんだこれ。
あ、バンプダバーが下がってきちゃってんだ。思いっきりオイルが、漏れてる感じではない。とはいえまあやっぱ交換は交換でしょうね、こんなのね。そしてやっぱりサビは見当たらない。こっちの方もあんまりサビは見当たらない。車検は20年11月に、受けて、11月に切れるということか。だから18年11月に受けてそのまま切れたということかな。点検は15年8月に、受けたってこと、違うか、もっと前に受けたってことかな。それからこちらを見るとエンジンフラッシングをしたというのが貼ってあります。平成19年かな。走行距離で9万5000キロですから、ある意味まあ割と最近にそういう、手をかけたメンテナンスをしているということかな。こちらにはオイルを交換した何かステッカーがありますね。はい、ビートですね。ファーストインプレッションはこんなところかな。10年放置っていうことでね、あの1万円で買いましたけど、最悪うちに来てそのまま解体屋に直行っていうことも可能性としてはあるなぐらいの覚悟はしてたんですが、見たとこ、意外や意外、なかなかねいい車じゃないですか。当たりなんじゃないですかね。とりあえずね、動くようにして車検取るだけだったらそんなお金も手間もかかんないと思います。まあエンジンはかからないですけど、ビートの場合エンジンかかんない時は、タンクを見て、ミレを見て、 ECU を見てとかね、もう道筋ができてますので、そんなに苦労はしないんじゃないかと。あとまあ、いろいろな状況から見てエンジンミッションはもう開ける必要もなさそうなので、とりあえずね車検が通るようにする、それはそんなめちゃくちゃお金と手間をかけずにできると思うので、車検通る状態に持っていって、それから、まあ、ゆっくりと、外装内装どこまでどういう風に綺麗にしていくのかっていうことを考えていくっていう、そういう手順で起こしていけばいいんじゃないかと思います。とりあえずまあね、起こすに値する車ですよね、これは。起こしがいがある、素人が起こすには最適な車なのかもしれない、そんな感じですね。次の動画からはとりあえずねエンジンをかけることに注力します。なのでまあ、あのガソリンタンクの点検からっていうことになるんでしょうね。ということで今回はうちに新しく来た車ホンダビートの、まあ、ざっとね点検ということでやりました。今回の動画はここまでです。今回もマサンの動画をご視聴いただいてありがとうございました。